京阪パス船系電車、京阪パス船系電車、京阪パス船系電車は、1989年、平成元年に登場した京阪電気鉄道の特急系車両で6代目特急専用車。愛称は、エレガントサルーン。当初は、大東線の開業時の特急用車両の増備分として投入されたが、その後も追加で投入されて、初代3000系を置き換えていった。 1997年、平成9年から1998年、平成10年にかけては2階建て車が製造。さらに2016年、平成28年からは編成内の中間車1両が座席指定車、プレミアムカーに改造され、各編成に組み込まれている。かつては車内にテレビを設置した車両、テレビカーも連結されていたが、 後日の2011年の社内リニューアルの際にテレビは撤去された。2008年には8両のみ残っていた初代3000系が8000系に編入されて30番台となったが、本校では製造当初より8000系として落成した例、番台について記述し、出町柳法戦当社の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を編成名として表記する。 京阪の特急専用車両としては6代目である。当初、本系列は、1989年、平成元年の応答線開業に伴う、特急用車両の所要本数の増加分と、3000系に存在していた6両編成を7両編成に統一するため必要となった中間車のみを投入する計画で、まず7両編成1本と中間車5両が製造された。 3000系に組み込む中間車の車両番号が製造順ではなく8552.85548564.85668568とされたのは組み込み先の3000系の車両番号に合わせていたためである。運用が開始されると特急停車駅で8000系に乗車するために待つ乗客が非常に多くなったほか 三千系に組み込まれた八千系中間車に乗客が集中した。また、応答船開業に伴う特急の利用客増加は予想以上であり、特急を七両編成に統一したにもかかわらず混雑する場面が多く、1989年12月には第一編成の補助椅子に手すりが増設され、さらに編成中間に先頭車を含まない完全な固定編成とすることで、 収容力を向上させるため、特急を8000系に統一することとなった。その後、この計画は変更されて3000系は一編成のみ、残され、1995年、平成7年には、リニューアル工事と共に2階建て車両、ダブルデッカーが、改造で組み込まれた。心臓が進んで、順次3000系を置き換えていき、1993年、 平成5年には本系列は7両編成10本、70両となった。3000系に組み込まれていた8000系中間車は、新造された8000系に組み込まれている。そして、先に3000系で、試験的に組み込まれていた2階建て車両、8800K ダブルデッカーを本系列にも増結することになり、1997年、平成9年から1998年、 平成10年にかけて、1年で5両ずつ、計10両が申請され、後日のテレビカーの G、出町柳型から4両目、ヨドヤ橋型から5両目に順次組み込まれ、8両編成10本、80両、となっている。応答線延伸と3000系6両編成の7両化を、目的に80001回7両と増結用中間車5両を製造。 8002回から8006回は6両編成で、落成。残り1両は3000系に組み込まれていた、増血用中間車を一部改版の上、編入。8552-8002回に編入。8554-8004回に編入。8564-8556に改版の上、8006回に編入。 8566-8555に、階盤の上、8005階に編入。8568-8553に、階盤の上、8003階に、編入8007階から8010階は8001階と、同様に7両編成で落成。ダブルデッカー車重量が落成。各編成の8500型と8750系の間に組み込み、 八両か。構え体は六千系と同様に、アルミ合金大型押し出し型材を使用した。ただし、後に製造された二階建て車両、八千八百系は、普通構成車体である。メーカーは、川崎重工業兵庫工場である。主電動機は、東洋電気製造製直流副官式 TDK- 八千百六十一 A、百七十五キロワット4である。 駆動方式は、中空軸たわみ板継手平行カルダンが採用された。制御装置は、東洋製のアクフ H8175 から 792A 回人相制御、回生ブレーキ及び低速制御機能付きである。低速制御は、時速 45km 以上であれば、任意に設定が可能である。また、低速制御操作を容易にするために、で、初めて主制御機、 マスコンをワンハンドル式とした。そのため、営業開始前の1989年8月から10月にかけて昼間に、寝屋川車庫天間橋駅間で、京阪線に所属するすべての運転士を対象に、訓練運転が行われた。ワンハンドルマスコンは、ノッチは、立候側がオフ、1、2、減速、N、低速、加速、ブレーキ側は B1、B2、 B3、B4、B5、B6、B7、切り抜け取り、非常ブレーキである。ただし、低速制御という特殊な目的のため、本系列、0番台と更新後の30番台以外の、一般車両に関しては、マスコンハンドルブレーキ設定器を分離した、2ハンドル式が引き続き採用されている。ブレーキは、ハーダマイナス1回生ブレーキ、優先電気指令式ブレーキである。 付随車の空気ブレーキを効かせないで付随車の運動エネルギーまでも回生ブレーキで電気に変える、遅れ込め制御を採用している。これには、空気ブレーキ時に車輪に押し当てるセーリングが、摩耗するのを減らすなどのメリットもある。台車は、動力車が、軸量式キロワットマイナス88、川崎重工製、付随車が SU 民電式 FS マイナス517、C。 住友金属工業、現、日本製鉄、製であったが、1993年以降、FS-517C 台車を新造された、6000系、7200系、900系の付随車へ振り替え、FS-517D に交換している。床下の軽電気箱は、東芝製である、本系列は、初代3000系のイメージを残しつつ、 より近代的にアレンジされている。例えば、大きな客室窓、熱線吸収ガラスの日よけには、無機質なロール式カーテンではなく横引きカーテンが取り付けられている。また、運転席の車高膜は、運転席の後部のみ、運転席スイッチで自動で昇降する。ただし、客室から運転室へのドア部の車高膜は運転士が手で締める。車高膜は、搭乗時は客室よりが黒。 運転室よりが緑色となっていたが、今では両方とも灰色である。自動放送装置を搭載している。2008年10月19日の中野島線開業に伴うダイヤ改正時より優等列車において使用しており、英語アナウンスによる情報提供も実施している。ただし、自駅での接続列車などについては、肉声で案内される。また、 扉開示の案内も7200系以降の車両と、同様に従来より少し低い等の自動放送である。これに合わせて、都平予国部座音も3番台を含めて、同じく7200系以降のものに変更されている。2003年9月6日のダイヤ改正以前にも、男性、大友秀次による自動放送を使用していたが、この改正により、 特急の停車駅が増加したため装置のロム容量の限界を超えてしまい、新装置への交換には費用がかかるとのことで、その使用を停止し車掌の肉声による案内放送を行っていた。なお、朝方に運転される列車では、出だしの京阪電車をご利用くださいまして、ありがとうございます。が、おはようございます。に差し替えられる。さらに、補助椅子を使用している場合は、 扉が開く前の放送、左、右側の扉を開けます。ご注意くださいの後、なお、出入り口が混雑いたしますので、補助椅子をご使用のお客様は、一度、お立ちださいますようお願いいたしますという放送が流れる。座席は転換クロスシートである。初代3000系とは異なり、車端部や扉横を含めたすべての座席の転換が可能になっている。 ただし、二階建て車両の一部座席は固定式。平屋車両はバケットタイプの転換クロスシートで、登場時は座席表時はブラウン系とピンク系の2色があり、ダブルデッカーを除いて1両置きに色が異なっていた。編成によってパターンが異なり、両先頭車がブラウン系の編成とピンク色の編成の両方があった。また、当初はダンモケットで、 独特の座り心地であったが後に順次段のない表地に変更された。ただし、初期車は後日のリニューアルで新モケットに張り替えられるまで登場時のままであった。ダブルデッカーの8800型は背もたれの上部が直角になるシートで青系の色であった。2008年以降に塗装変更された車両はシート表地が全車黒色、枕カバーが赤、優先座席は オレンジに変更された。前車空気圧による自動転換装置を備えており、ターミナル駅で一斉に座席の向きを変える光景が見られる。この他に一般車、テレビカーを含むは各ドア付近、ダブルゲッカー車は各ドア付近、階段とドアが接する部分を除くと一階席の各階段下に補助椅子が設置された。補助椅子にはロック機構が付いており、通常上りは 京橋駅以降、下りは中所島駅以降でのみ使用できる。なお、ダブルデッカー車の開花席の補助椅子のみ、ロック装置がなく、全区間、全種別、終日使用できたが、2016年2月24日、酒に酔った男性が、階段から転落した際に着席していた女性に、激突し、女性は首を骨折した上に退院後もて足に麻痺が、 残るという重傷を事故が起きたことを受け、2016年3月、頃に撤去された。補助イスがロックされている間は、ただ今補助イスは使えませんの表示が出る。通常は、使用可能区間に入ると、ロックが解除されその胸の車内放送がある。混雑が予想される場合は、解除されず、車掌の肉声でその胸が、車内放送される。なお、混雑が解消されれば、 途中駅からでもロックが解除され、この場合でも、補助イス使用家の胸を告げる、自動放送がある。なお、特急、快速特急以外の種別で運用される場合は、補助イスは使用できない。新都職への変更に伴い、他の座席と同様の表地に交換された。初代3000系、後の8000系30番台では1箇所につき1人掛けを2席設置していたが、 本系列では二人掛けの横長一体型に変更されている。ただし、撤去された開花席の階段下は一人掛けであった。なお、二階席には元から補助椅子は設けられていない。京阪特急の伝統に倣い、車内には一切広告が検出されない。連結面側の壁には沿線の名所、旧席の絵画が飾られている。 最初の編成が落成してから20年が経過することからリニューアルされることが発表された。なお、8000系に編入された3 0 0 0系についてはリニューアルの対象外となり、施行されないまま2013年3月末のさよなら運転をもって営業運行を終了した。座席モケットの張り替えや車端部、 運転席後部を除くのハイバックロングシート化と、釣り革の設置などが施行され、バリアフリー対策として車椅子スペースと3000系2台に順じた LCD 式車案内表示機が設置された。ロングシート部分の背もたれは、クロスシート部分と同等以上の高さを確保しており、一区画ごとにヘッドレストを設けて区切るなど、通勤用車両のロングシートとの差別化が図られている。 ロングシート化された部分のカーテンも従来、通り横引き式である。また、テレビカーに設置されているテレビ受像機や、公衆電話も同時に鉄されることになった。なお、リニューアルにより撤去された座席は、伊賀鉄道200系、旧東急電鉄線系の2011年度分、導入の車両に転用されている。また、車内妻面に検出される、車両番号、落成年次、 製造メーカー、川崎重工業の英語略称、川崎、禁煙ピクトグラム、号車番号表示は、新3000系同様に1枚のシールにまとめている。リニューアル編成1本目となる8010回は2010年3月28日から、営業運転に復帰した前日の27日は、展示会と臨時特急で運用。本系列の従来の車体は、 マンダリンオレンジ、黄色とカーマインレッド、赤色のツートンカラーであったが、2010年までに塗色が変更されることとなり、2008年6月28日に第一陣となる8008回が出場した。主な内容は次の通りである。テレビは2012年7月までに全車両撤去済み、2015年9月30日。 京阪は二千十七年をめどに本系列の六号車八千五百五十系を大規模改造し、有料の指定席車を導入すると発表した。二千十六年九月一日には、過剰であった座席指定車両の名称がプレミアカーに決定したことを発表した。二千十七年八月二十日より運用を開始、八月二十一日からは全車座席指定の優等種別。 ライナーにも充当されている。指定席導入に伴い、ドア横に号車番号と編成中の号車位置が表記された。2014年から全消灯の LED 化が開始され、全編成の交換が完了した。2018年3月に8006回の行き先表示器を幕式から LED 式に改造、MG は SIV に換装された。また、 8008回も LED 式に改造をされた。本系列が運用されるのは、主に特急、快速特急、2008年10月17日までは、軽特急ライナー運用のうち、駅に掲出されている時刻表でに、扉車を表す、通の表示のある列車である。2018年4月1日現在、京阪の特急専用車としては初めて、 心臓当初からの固定編成形式である8550型はプレミアムカー。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。